富士市立図書館は、静岡県富士市の公共図書館の総称。中央図書館、西図書館、東図書館、富士文庫、中央図書館、今泉文室、中央図書館田子浦文室、中央図書館、大淵文室、中央図書館藤川文室、及びで五一文庫、移動図書館からなる。令和2年度富士市の図書館を参照。 令和2年度富士市の図書館を参照。所在地、長田北町3-7会館、1963年2月11日10月4日、移転式地面積5279.47平方メートル、延べ床面積7526.47平方メートル構造、鉄筋コンクリート造り蔵書、 58万冊、中央図書館文館会館、2000年8月10日、敷地面積、1865.08平方メートル、延べ床面積、2904.67平方メートル構造、鉄骨造り2階建て解説、1968年5月1月更新、車種、椅子ゼルフ書庫面積 78.、78.7平方メートル、増書、 三万千冊所在地、今泉7から12から43階間、2000年4月16日、延べ床面積、359.83、平方メートル構造、鉄筋コンクリート造り三階建て造所、三万九千冊、所在地、中丸232階間、2003年4月12日、延べ床面積191.80平方メートル構造、 鉄筋コンクリート造り2階建て造所、3万6千冊。所在地、大淵2885から4階間。2008年4月20日。土壌床面積、220.50平方メートル。構造。鉄筋コンクリート造り2階建て造所、2万9千冊。所在地、岩淵855から39階間。2008年11月5日。土壌床面積。 229.99平方メートル、構造、鉄筋コンクリート作り3階建て造所、4万七千冊。所在地、高岡本町12の1階間、1978年4月17日、造所、8千冊西図書館の入る富士市交流プラザ。所在地、富士町20の1階間、1980年11月25日4月翌日、移転て地面積。 9278.38平方メートル、土し床べゆか面積、1259.02平方メートル構造、鉄筋コンクリート造り3階建て造所、12万3000所在地、ひな1447の1階間、1987年4月1日、敷地面積、2033.01平方メートル、土し床べゆか面積、321.73、 平方メートル構造、鉄筋コンクリート造り、2階建て造所、7万節、所在地、久沢7 9 7十の1階間、1990年4月18日敷地面積、6331.64、平方メートル、延べ床面積、823.05、平方メートル構造、鉄筋コンクリート造り、2階建て造所、11万四千冊、 ありがとうございます。